届けで終えた候補者たちは早速街頭で支持を訴えました福岡県でも現職候補と野党統一候補の激しい戦いが予想されています福岡県内でも新型コロナ対策やコロナ禍によって冷え込んだ経済対策などを争点に12日間の選挙戦がスタートしました前回2017年の衆院選では福岡県内11ある小選挙区すべてを自民党候補が独占する結果となりました 今回はコロナ政策を批判し、政権交代を訴える野党の共闘が進み。前回、九つの選挙区に候補者を立てた。共産党が四選挙区にとどめるなどし。十一選挙区のうち、五選挙区で、立憲を中心とした野党候補の一本化が成立しています。候補者の擁立を見送った政党の票が、そのまま一本化候補に上乗せされるのか。また、前回、五十三点、三四パーセントだった投票率が、どう変化するのか注目されます。